少しを晒して駆け出した少年少女の期待、ああこの先は水に濡れてもいいから、めくるめく議論はトトロ地に、ああまた日が暮れてた、こぞって作り上げたセンセーション、その時の目を締め付けてた感情と、こぼした涙、つられた涙の衝撃、期限はいつまでですか、あの未来笑い合えてる未来、あと数日から未来だったのなら、あなたが抱えてる明日は辛くはないか、僕にもらえてる文字に突然追いかけて、魔法をかけられたんだろうか、それは誰にも解けないのだろうか、許されることすら許されなくなったシチュエーションならば、言葉だけが言葉になるわけじゃない。